はい、淳之介です。今時間はだいたい9時ぐらいだと思いますが、まるで12時とか11時みたいな人通りです。駅前の銀行があって、そこがなんかちょっとなんとなくステージっぽいから、そこで歌おうと思います。なんかちょっとね、人がいなさすぎて気持ちがうわーってなってるけど、まあなんかあまりそういうの振り回されないようにね、頑張っていきたいと思います。足りないものは何だろう。はい、お疲れ様です。淳之介です。今時間は11時半ぐらいです。これから三原に移動します。本当は尾道行こうかなと思ったんだけど、なんか今回の旅って毎回行けるとこまで行ってるから、今回もとりあえず三原まで行っちゃおうかなと思います。で、三原の街が寝てたら僕も寝ます。で、起きてたら歌います。で、なるべく前に前に、でもう終盤だね。あと多分 2,300 キロしかないんじゃないだろうか。まあ、頑張っていきたいと思います。ここからがこの旅の本番でした。はい、今12時ちょっと過ぎたとこだから、10月8日、親父の誕生日になった。親父誕生日おめでとう、49歳。で、何だっけ、あ、三原に着きました。とりあえず、なんか、まあ、一回、街をぶらつこう。三原のチケットセンター、広島まで12,900円。そしてこの日は公園で野宿しました。この旅初めての野宿です。充電に困り動画が途絶えます。しかも台風の影響で豪雨です。はいはい、 おはようございます。淳之介です。髪の毛切りに行ってきて、多分もうあれだよね、2年ぶりぐらいとかだよね。で、多分高校生の時以来にあり出ました。宿もなんか暇だったから、雨すっごいザーザーで、で今雨止んだんだけど、なんかお腹空いたり寒かったりで割とだるいんで、なんかラーメン屋さん見つけたからラーメン食べます。淳之介です。ただいま6時45分。三原のこれどっち口だっけ、北じゃない、南口です。港がある方だから、とりあえずここで頑張ってみます。で、夕方のなんかツイートとかではなんかこう刻んでいくみたいなこと言ってたけど、なんかこの時間から刻んだら多分また何もないとこで朝を迎えるじゃなくて、教えた終電を迎えることになるから、まあ、最悪こう終電ギリギリでどっか宿を取れたらなと思います。まあ、そんな感じで、これから頑張っていきたいと思います。別府あと73,000円入ればもうゴールできるんで、あのお金持ちの人が10万円ぐらい入れてくれたらいいなと思ってます。はい、10月の8日の今11時半になろうとしています。もうなんだっけ、広島駅の終電は終わりました。でもまだ西条駅の終電はあるっぽいんで、頑張っていきたいと思いますが、まあ、大体予測はしてたんですけど、まあ、今日は全然入らないですね。1駅分ぐらいしか入ってないんで、まあ明日から刻みましょうかね。今日は雨だったから全然刻めなかったんで、そんな感じで、もうちょっとね、人がいる間はこれちょっと歌おうかなと思います。今ちょうど11時50分で、もうなんかこう見た感じ人いないし、俺がこの間降りたぐらいの人数だったらもう期待持てないんで、今日はホテル取ったから、ギリギリね取れたから一回今日は引き上げて、で明日一駅ずつ進んでいこうかなと思って、今日が2400円が売り上げで、1個隣だと200円なのね。で、下の方の2個隣だと240円なの。ってことは、明日刻むとしたら、2駅進めた方が、下から丸は遠回りなんだけど、いいんじゃないかなって考えました。で、かつ、その、海沿いの方が、毎回こう、人が、あったかい気がするんで、まあ、今回この街は例外として、まあこの街雨降ってたからでもあるんだと思うんだけどね、もうちょっと早い時間にできたらもうちょっと行けた気もするし、俺自身が疲れてたってのもあるから、まあその辺でちょっとやっていきたいと思います。淳之介の運命は続く。